こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はスーパーマリオブラザーズザムービーですね、見てまいりました。で、前半ネタバレなしで後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。はい、今回ですね、吹き替えですね、 2D の吹き替えで見てきました。でね、地元で見てきたんですけどね、子供がすごい、もう家族連れか、はい、すごい多かったですね。すごかった。もうずっと座席蹴られるしね。はい、まあまあまあ、はい、楽しかったです。はい、というところでね、まあ本当全年齢対象というかファミリー向け子供向け映画ですね。まあ久々に見ましたね、劇場でね。今作ね、マリオのゲームのね、王道の話の流れになってます。ただそのこの話一本の中にもうマリオの歴史、マリオのゲームのね、要素がね、もうむちゃくちゃ詰まってて、うわ、めっちゃここあれじゃん、ここあれじゃんみたいな、あのイースターエッグ探しがめちゃめちゃ楽しい、作品でございました。てかまあこれだけでいいかもしれないっていう、ところかな、大人が見るにはって感じですね。ゲームにあったね、あのお決まりみたいなところを、まあ、現代的にね、もうちょこちょこアップデートしてまして、で、設定もちょっと変わってたりして、まあ、その辺はね、子供が見るものとして、まあ、うまいことね、直してから作ってるなという印象でございましたね。まあ、そういうところは、やっぱ良かったかなと思います。で、今回ね、曲がたまんないっす。本当に。スーパーマリオ1作目ですね。これが85年に出たってところで、80年代の曲をいろんなところで使ってるなという印象でございます。はい。僕はね、ビースティボーイズ流れた時にね、むちゃくちゃ上がっちゃいました。いやー、たまんないっすね。はい。っていう感じでしたね。あとは、元のね、ゲームの音楽。しかも、もういろんな作品から撮ってきてますね。これがたまんないですね。僕、64世代なんで、一応ね、スーパーマリオ64のね、音楽。うわ、やっぱり上がっちゃいますね。はい。音楽も素晴らしいというところでございましたね。まあ、そんな感じで、なんでしょうね。まあ、本当に作品のつながりなくて、これ一作で楽しめるし、さらにね、まあ、この作品、マリオっていうものの歴史がね、とても長いっていうのと、あと、キャラクターも、もうみんな知ってるね、ようなキャラクターがいっぱい出てくるってところで、なんか謎に、アベンジャーズみたいなね、雰囲気があるんですよね、作品には。これ一作しか映画作ってないのに、みんなキャラクターは知ってて、で、共闘したりすると、めっちゃ盛り上がるっていうね、その面白さがあったかなと思いますね。そうだな、なんか、思ったより楽しめたなぁという印象というか、結構納得させられたなという印象ですね。はい。あと、その、なんだろう、細かい、ゲームの設定を、まあ、ギャグにあえてしてね、映画内でツッコミをさせて、なんか、こう、成立させてたなってところもあって、そこはそうやって処理するんだ、みたいなね、面白さもあって、よかったかなと思いますね。ほんと、マリオのゲーム通り、いろんなアクションがあってね、面白い作品でございました。これはね、まあおすすめです。はい、普通に僕個人的にはね、カルトっぽい作品がね好きなんですけど、まあこれはね、ほんと第2でもね、おすすめできる作品だなという感じでございましたね。はい、皆さんのスーパーマリオのね、感想もお待ちしてます。はい、コメントお待ちしてます。あとね、まあ見てない人は好きなマリオソフトですね、はい、教えてください。で、こっからはね、ネタバレありでやっていきましょう。はい、もう冒頭のね、イルミネーションのロゴ、もうあれが出た時に、あれ、もうイルミネーションの映画ね、あんま見たことないんですけど、あれいつもあのオープニングなんですかね。マリオだから、あのマリオカート的なね、オープニングにしてたのかなって思ったんですけど、ちょっとあれ分かる人いたら教えていただけたら嬉しいです。そう、クッパ城がね、攻めてきますね。ペンギンのあの氷の後ろのとこ攻めてきますと、ホテイのね、キルビルの曲が急にね、もう流れましたけど、なんか、あ、そういうノリだと。くだらないっちゃくだらないね、分かりやすいギャグで、攻めていくなという感じでございました。で、スターがね、出てきて、この作品のキーアイテムになってると。はい、あ、なるほどなというところですね。このスター取ると無敵状態になりますから、スターがこのめちゃめちゃ貴重なアイテムであるっていうところと、これを取ったら無敵になるから、なんだろう、このクッパ倒せなくなるなとか思ったりね、このスターを取り合って、戦う話なんだなっていうのをちょっと納得できるね、オープニングだったなと思いました。で、そのブルックリンですね、このまさかのブルックリンが出てくると、なるほどねと。はい、80年代のブルックリンが出てきますね。はい、で CM 出ますと、で、最初のマリオのね、曲
あの有名な曲が流れて、でちょっとヒップホップになってですよね、はい、で80年代っていうとヒップホップが浸透、かなり浸透してきた年ですね。いわばランディ MC みたいなね、結構クラシックなビートに乗せて、あの一作目の音楽が流れているという CM が流れましたね。あ、ここ、まあ、ここのもう CM で結構僕は捕まりましたね。あ、そっちで行くんだと。大人はこう現実のね、マリオが発売された年の時代背景とかね、ポップカルチャーをまるまるこう見る映画なんだなっていうのをここで感じて、結構面白いなと思いました。でスパイクが出てきますけど、スパイクのねここにねレッキングクルーって書いてあってね、うわ懐かしいレッキングクルーと思ってね、レッキングクルー僕やってたの多分ね、あゲームボーイアドバンスのあのクラシックシリーズね、あれの1個新品で2000円で売ってた、あのめちゃめちゃ安いねソフトがあったんですけど、あれでレッキングクルーね持ってたと思うんだよな、あれをやってたと思いますね。はい、もういきなりね僕のぶち上がりポイントが来まして、ビースティーボーイズがね流れるんですよ、あのブルックリンの曲ね、ビースティーの、はい、流れて、うーわやばマジと思って、ビースティー流れんの全く期待してなかったわと思って、めちゃめちゃ盛り上がったのと、ここでちょっと横スクロールのアクションが入って、うーわなうわ超このね自然な流れで横スクロールアクションになったわと思って、めちゃめちゃ上がりました。ここはブルックリンっていうとねヒップホップがねめちゃめちゃ盛んなんですね。はい、まあ80年代のまあ今もそうかもしれないけど、あのヒップホップの、まあ本当に熱いね、エリアとしてねブルックリンがあるっていうのはもうなんとなく知ってたんで、ヒップホップの曲をね2曲連続で使う、しかも80年代だからこうねめちゃめちゃクラシックなビートを使うというねところ、ものすごくねテンションが上がっちゃいましたね、ここはね。マリオがね、配管工っていうね、設定じゃないですか。っていうところも、配管工って何っていうね、のがあると思うんですけど、この今のね、現代の人、地下の配管工事とかしてんのかなってなんとなく思ったりするんですけど、クラシアンシンクラシアンみたいなね、あの、トイレの水の詰まり、水漏れをね、直すみたいなね、ところがあって、あ、そうかそうかと、確かに、今の時代の、なんだろう、配管工的な、要素を詰め込んだ仕事ってこれかもなって思って、あ、これめちゃめちゃ納得したなというポイントですね。あのなんか洪水になっちゃって地下入ってね、土管に吸い込まれてワープしてたんですけど、これでキノコ王国に行くとっていう感じでしたね。なるほど、これ異世界転生ものなんだみたいなね、マルチバースというかね、まあ現代的、まあ今時だなという感じの改変だったなと思いますね。そのルイージがねさらわれるというところですね。そう、これが今作のめちゃめちゃでかい改変だったってところですよね。ルイージを助けに行くっていうところ、ピーチじゃないですよね今回。なんだろう、よくよく見ていくとね、ピーチと共闘していくというね、まあ斬新な設定だけど完全に現代的。今マリオやるならここは確かにちゃんと変えとかないといけないポイントだなと思うし、うん、いいところだったなと思いますね。なんで土管に吸い込まれるのかとか、あの浮いてるブロック、この辺をギャグにしてて、あ、そっちはギャグにすんだみたいな、確かに突っ込みどころだわと思ったりして、そのね、なんかゲーム上特にね、意識してなかったポイントだけど、うん、映画になると確かに気になるかもなっていうところをギャグにしてて、うまいなと思います。うまいことね再利用してるなというところですね。ピーチ姫が出てきまして、でここでまあ戦うというか、ピーチ姫が戦うっていうねのが分かってくるんですけど、このね改編はね、まあ戦う女性ね、まあディズニープリンセスでもね最近はね結構戦ったりね、あのもう囚われの姫みたいなのはもう結構やんないというかね、ポリコレ的にやんない感じはありますけど、まあそれともなんかちょっと違う、ポリコレでやただあの戦わせてるだけともなんかねちょっと違う感じがするなというところですね。確かにあのねキノピオしかいない世界の中で誰が戦えんのってなったら、まあ人間であるピーチしかいないだろうなと思ったり、そのマリオの仲間になるっていうのがものすごく重要な気がするんですよね。恋人じゃなくて仲間っていうねところ、距離感の落ち着き方がすごく良かったと思います。はい、まあいきなりね会ってね、いきなり恋に落ちるかっていう感じ、トレーニングするだけだからね基本的にはね、ちょうどいいところに落とし込んだなという感じがしました。でなんだっけ、海の上にねなんかステージができて、ここでモンタージュね、あの時間経過がね入っていくんですけども、ここのね時間経過ちょっと泣きそうになっちゃいましたね。いやーよかったです。このまずねヒーローが流れててね、あの全然僕世代じゃないですけど、ヒーローな、まあまあもうほんと日本だったら有名な曲がね流れますというところで、まあ何回もステージをねやるんですよねマリオが。いや俺たちじゃんっていうね、もう何回も何回もやってやっとクリアすんだよっていうね、
もう本当にゲームプレイしてたあの時の気持ちをね、ちょっとね、思い出しました。ここはね、マジ号泣必須のね、モンタージュでございました。素晴らしいシーンでございました。ルイージのシーンもちょいちょいやりましたけど、あの、ルイージがなんだっけ、ダークランドだっけ、はい、に落ちて、ちょっと迷いながらね、歩いていくシーンとか、うわ、ルイージマンションじゃんってね、思ったりとか、まあ、ルイージマンションかと思ったら、もう、あの、近くから敵がどんどん出てきてね、追ってくる描写もね、結構ゾンビ映画、ゴリゴリにゾンビ映画描写で、そこも良かったなと思ったり、あと、ルイージのね、あの、回想シーンですね。回想シーンがね、あの、スーパーマリオ RPG、あれになってて、うわーと思って、わー、うまい再利用の仕方だわーと思ったりしてね、小ネタがね、ちょいちょいあって面白いところだったかなと思いますね。で、ドンキー出てきたっすね。理由付けがね、ずっとうまいなと思いましたね、ドンキーの描写。隣国でね、あんま仲良くないと。まあ、人種も違うしね、っていうところで、で、助けを求めに行きますと。ちょっといざこざがありますと、確かにそうだよな、というところで、ドンキーが出てきて、ドンキーコング一作目のね、あの、オマージュになるっていうのが、うわ、めちゃくちゃうまいなと。この流れうまいなってめちゃめちゃ思いました。はい。だし、で、ドンキー出てきた時の DK ですよ。やばくないと思って、めっちゃ懐かしいと思って、そこ拾うんだだし、やっぱりヒップホップなんだ、みたいな、そのイズムというか、このなんか細かいギミックがね、気持ちいい。気持ちいいし、うまい。流れも自然、良かったなと思います。で、あとディディもね、出てきたりして、あ、これはちょっとね、匂わせもあったりしてね、面白かったな、良かったかなと思いますね。で、ドンキーにね、なんとか勝ちまして、ピーチ城にね、帰りますという流れになっていくんですけど、このね、こう間に合わねえということになって、いや、これね、ショートカットすればいけるよ、みたいな話になりますと、このショートカットっていう概念を、入れるんだっていうね。マリオってね、絶対ショートカットのね、途端があって、もう勝手にね、何個か面を飛ばせるっていうのが、毎回隠し要素であると思うんですけども、それもね、含むと。で、そのショートカットの使い方も、ここでマリカーをやると、レインボーロードをここで入れ込むと。いやー、このね、詰め込み方が本当にうまい。いや、で、レインボーロード来たわーと思って、うわー、これもうむずいよなーみたいな。てか、あのね、あの、車体ね、選んでる時の音、ドゥルル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 ルっていうね、あの音だけで結構もう来ちゃってるっていうね。はい。なんならマリオよりマリカーの思い出の方が深い人もいるかなと思ったりね。僕とかそうなんですけど、2010年ぐらいで友達がなぜか64を持っててね、稼働する64があって、それでね、昔のマリカーをね、死ぬほど朝までやるっていうね、のをやってたのをね、ちょっと思い出したりして、いや、熱いっすね。はい、マリカー、はい。まあ、伏線張ってましたけど、序盤からね、あの、青コーラね、羽の子の子が、青コーラになってて、なるほどなぁと思って、なるほどなってか、なんとも思ってなかったんですけど、最後に出てきてね、いや、ここで、うわ、青コーラになんのねっていうね、ここうまい。なんとも思ってないやつが、こうめっちゃ重要なアイテムだったっていうね、ところで振り落とされますという感じでした。ここうまかったなぁ、ここ感動しちゃいましたね、青コーラは。はい。で、この辺からね、あの、クッパが、あの、めちゃめちゃピーチのこと好きだというね、感じで、で、結婚したいっていうね、のが分かってきますと、めっちゃメンヘラじゃんっていうね。めっちゃクッパメンヘラじゃん。ピーチに振り向いてほしいがためだけに国滅ぼしまくってるよって思ったりね。して、ちょっと怖い。怖いっていうか、まあ、そういう感じなんだと思ったりしましたね。はい。あの、結婚式の流れとかのね、自分のものになんないならもう死ねよみたいなね。っていうのも、めちゃめちゃメンヘラじゃんと思って、あ、なんか意外と可愛いっていうね。はい。意外と可愛いっていうか、あの、作中の人物だったらたまったもんじゃないけど、まあ、映画として見てる分には、なんか、クッパだし可愛いなと思ったりしますね、あそこは。で、マリオとドンキーがね、ピーチ城に攻めていくんですけども、ここのね、一連のアクション、ここすごかった。ここの、一個のアクションに、3作分ぐらいのね、なんだろう、要素がめちゃめちゃ詰め込まれてて、ここかなりね、テンション上がりましたね。まあ、タヌキ出てくるから、あれ、3だったかな ?3 でしたっけ?この2、3作品の音楽がね、このアクションのワンシーンにね、詰め込まれてて、いやー、これ聞いたことある。これ知ってるよ。これも知ってるみたいな感じで、もうなんだろう、イースターエッグの量が多分、レディープレイヤー1を超えてるというか、レディープレイヤー1より思い入れあるものがいっぱい出てくるから、めちゃめちゃ楽しいですね、この辺ね。うん。ルイージをね、無事助けまして、で、クッパをね、凍ってると。
いうところで、でかいキラーか、出てきて、で、土管ぶっ壊したらね、ブルックリンに飛んじゃうんですけど、ここだけ僕ちょっと気になってて、ブルックリンに飛んだ意味がね、あんまりないなという感じなんですよね。単純に絵代わりしたいだけだったのかなとか思ったり、するんですけど、なんか、その後の展開も考えるとね、ブルックリンの描写、これブルックリンに戻って戦う必要あるのかなってちょっと思っちゃいましたね。ボロボロにね、なりながらね、貯めて貯めて、スターを取って、二人で戦うんですけど、ここはね、上がりますよね。スターの曲もいい感じにね、アレンジされてて。いやーよかった。ここもね、もう無敵。ついに来た無敵っていう感じでございましたね。で、最後はね、キノコ王国に家を持って仕事に行くマリオ兄弟っていうので終わりますね。なんか突然ね、クッパ城が現代っていうか、現実世界に来て、で、喋る。猿、ゴリラか、はい、とかなんかキノコが喋ってたりね、なんだっていう状況だと思うんですけど、そこに疑問を全く抱いてないブルックリンの人たちね、おーっつってマリオやってくれたよみたいなので、なんか終始しちゃってんのもなんか、そこもね結構疑問点だったっすね、はい、だったら出さなくていいんじゃないって思ったりしましたね。まあマリオが父親に認められて、あの映画的にね成長するっていうのがあるっていうか、それを見せたかったのかなというのを今たった今思いましたけど、それにしては結構疑問に思うところがね結構あったなと思いますねっていう感じでした。そこだけですね本当に。あとは本当によくできてると思うし、原作というかゲームの要素もねむちゃくちゃ入ってて、思ったよりも入ってて、わーすごいなと、脚本がめちゃめちゃ練られてるなと思いましたね。良かったと思います。はい、本当に30代ホイホイのね映画だったと思いますね。音楽もね嫌おうなしに上がるしね、これはねまあなるほどなと、これはもうアニメ史上最大の売り上げになるなという感じでございました。ただですね、続編やりそうなノリでしたけど、ゲームだったらねいいんですけど、映画だとね続編作るのむずそうだなってめっちゃ思いましたね。っていうのも絶対クッパなんですよね、マリオのラスボスって。だから永遠にクッパと戦い続けるっていうね話になっていきますよね。今回成長したけど、そうだから結局ね同じような話の繰り返しになりそうでね、そこがちょっと懸念点かなと思いましたね。そこまあ次ね映画多分やるでしょう、こんだけ売れたらね、どういう感じで話を作るのかっていうのね楽しみにして、いたいなと思います。そんな感じでございました。ありがとうございました。次回はですね、ガーディアンズオブギャラクシーボリューム3見てきました。はい、最後ですね、これをレビューしていきたいと思います。よく言えばね、コメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまたお願いします。